何の取り柄もない男モブオ。そんなモブオの前に現れた女の子の正体は死亡フラグ。モブオは死亡フラグを回避することができるのか。全力回避フラグちゃん。俺の名はモブオ、しがない大学生だ。山登りは気持ちいいな。やっと山頂に着いたぜ。うおー、めっちゃ綺麗な景色。ここならインスタ映えしそうだ。さて、崖ギリギリで撮っていいねを稼いでやろうっと。早速立ちました。ちょっとモブオさん、今回明らかなフラグを早々に立てすぎですよ。こないだもフラグ立てたばっかりなのに。いや、フラグちゃん先日ぶり。なんか顔疲れてない？モブオさんが最近何度も呼び出すからですよ。っていうか、そんなところにいたら落ちますよ。大丈夫、俺バランス感覚だけはあるから。って、あ、ほら、しかも死亡フラグセリフ付き。うわぁ、しょうがない。死ぬかと思った、いや、今回もなんとか助かった。ほんと、フラグちゃんいつも大変だね。誰のせいだと思ってるんですか。モブオさんが死亡フラグばっかり立てるからですよ。っていうか、私モブオさんの命を取るのが仕事なのに。逆切れ。モブオさんが死亡フラグ立てるために仕事しなくちゃいけないのに、なかなか死んでくれないし、バカバカモブオさんのアホ。だからそれはフラグちゃんが助けてるからだって。なんで俺が怒られなきゃいけないわけ。もうモブオさんなんて知らない、バカバカヒモテ野郎。誰がヒモテだ、フラグちゃんのアホ。いなくなると寂しい。はぁ、フラグちゃんと喧嘩しちまった。いや待てよ、ということはもう俺には死亡フラグが立たないってことか。やったー、これで安心して暮らせるぜ。やっほーい。本当に全然来なくなったな、フラグちゃん。来ないと逆に調子狂うし、死んだふりでもしてみるか。っていうか、俺フラグちゃん以外友達いないんだよな。死亡フラグを無理やり立たせようとする。こうして俺は死亡フラグを立たせるため、不用意に夜道を歩いたり、不審者とか怪異とかに会わないかな。おい、不審者や化け物、出てこいや。ねえ、あなた、これはもしや。そんなにやけになるなら私に悩みを話してみませんか。謝ってはいけません。めっちゃ怪しいのに普通にいい人だ。花粉症で。クマの出没する山に行ったり。うわぁ、人食いクマだ。クマクマ。え、ちょっと自滅した。戦場に赴いてみたり。俺、この戦いが終わったら結婚するんだ。って、俺結婚する相手いなかったわ。うわぁ、全然フラグが立たねえ。意図的に死亡フラグを立てるのがこんなに難しいなんて。寂しすぎて死ぬ、はあ、ウサギが寂しすぎて死ぬのと同じで、俺も死にそうだよフラグちゃん。他にも死亡フラグ立てたのに、孤島のホテルに泊まって運よく殺人事件が起きた時、こんなところにいられるか。飛び出したら普通に脱出できてしまった。銀行強盗に会った時も、おい、手を挙げろ。この中の一人には人質になってもらうぞ。はい、俺を人質にしてくれ。死亡フラグを立てたいんだ、お願いだ。バケモノ。俺にはもう死亡フラグは立たないのかな。俺本当に死。まったく、本当に仕方ない人ですね。フラグちゃん、で、別に会えなくて寂しかったわけじゃないんだからね。そんな泣きながら言われても説得力ないですよ。でも助けてくれてありがとう、フラグちゃん。本当はいけないことなんですからね、後悔だけですよ。そんなこと言ってなんやかんや助けてくれるくせに。そんなことないです。というか、もう無理に死亡フラグ立てようとしないでくださいよ。そんなことしなくても、私はいつでもそばにいますから。え？いつも見てるってこと？それはむしろ怖いんだけど。ストーカー？いつか、絶対にお坊さんの命を。ええ、お坊さんの命を取るためにね。お
面白いと思った人はチャンネル登録と高評価をお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ。ごめんってフラグちゃん。